はい、えー、こんにちは、ジミーです。今回はですね、自意識過剰の原因と直し方についてです。えー、自意識過剰っていうのは、他人が自分のことをどう思っているのか、必要以上に気にしているという状態ですね。えー、はじめに結論を申し上げますと、一番の問題は、自意識は過剰なのに、自己認識は不足しているということです。 いきなり全問答のようなことを言わないでほしいと思われるかもしれませんけども、自己認識が不足しているっていうのは、こういう状態に陥るわけですね。自己認識がしっかりしていれば、自然と他人の目はそこまで気にならなくなって、より重要なところに焦点を当てることができるようになります。ということで、このような流れで今回はお話をしていきます。まずは、自意識過剰の原因をお話しして、その次に、直し方意識編、直し方実践編ということで、こんな流れになってます。とでは、早速いきます。一つ目ですね。自意識過剰の原因ということで、原因 は大きく、えー、こちらの2つですすねね、まあ、最初ののつつです、ね、で3つ目っていうのは、そのまままででですすすけども、えー、悪いいいことばかりじゃないですよっていう話をしますでは一つ目から見ていきます、えー。自己認識が足りないということですね。えー、冒頭に申し上げたとおりなんですけども、自意識過剰の一番の原因というのが、自己認識が足りないというところにあります。えー、自己認識の最終地点というのは、えー、自分の価値観を認識して、それに従って生きるということです。えー、これができていれば、他人のことを必要以上に気にすることというのは絶対になくなります、えー。堂々と他人の目を気にせずに生きている人というのは、自分に自信がという あるといいいう人人やも言わせななほど能力が高でではくてすね自己認識がでできている人なんすね自分にないものとあるもの、自分が手に入れたいものと捨てるべきものっていうのがはっきりと区別する、そういう物差しを持っているわけですね。だから、ある面では他人からよく思われなくてもあまり気にせずに向かうべき方向に集中することができます。比べる目線や見るべきものも変わってくるわけですね。一瞬でこの地点までたどり着くことは難しいですけども、他人の目が気になりすぎるという人は自己認識が不足しているかもしれないということはまず まずは自分でで疑ってみる気持ちが必要です。意識の持ち方は後半でで解解説ししまます。すす。二つ目ですね、他者理解も足りないい可能性があるという話をします、まあ、自意識過剰で他人の目が気になる人っていうのは他者理解も不足している可能性があります他者理解といってもですね、深く相手の性格を理解するというものじゃなくてですね、他者に対して完璧な見る目を前提に考えていないかということです他人も人間ですからその日の気分によって見え方も変わりますし見た時のリアクションも変わります気になることがあって何も頭に入ってこないという人 日もあるでしょうまあ、通常の時でもですねいくつもの固定観念ですとかまあその人なりの色眼鏡を持っていることが普通であるために、えー、正しく物事を捉えるということを期待するべきではないんですね、えー、相手に正しく見てほしいまたは正しく見てくれるだろうという前提はなくした方がいいでしょうということですで3つ目ですね悪いことばかりじゃありませんよという話をします、えー、自意識過剰であるということは決して悪いことばかりではありません他人を気にしすぎていて自分の内なる価値観に注目できないのは問題なんですけども他者によく思われたいよく なりたいっていう思いは改善のモチベーションにもなります他人に無関心になるよりはですね相手が自分に対してどう考えているのかっていう目線を持った上で自己認識を進めればですねより魅力的な人間になる可能性は高くなると思いますひたすらですね自分の道を突っ走る人の中には優位が独尊系の人もいますけども他人の目が気になるという人が自己認識をしっかりしてですね自意識過剰を脱却できれば共感力の高い相手を巻き込みながらですね目指すべき方向性へ向かうことができるようになるんじゃないかなという,ふうに思います。 はい。続いて見直し方のお話の方に移っていきます。まずは認識編ですね。こちらの3つのことをまずは認識するべきですという話をしようと思います。意識を変えるというよりは事実として認識することですね。これだけでも見方は変わって、心持ちは変わるんじゃないかなというふうに思います。こちらの3つですね。順番に見ていきます。まずは誰もが持っている平均より少し上という認識ですね。自己認識の初期段階として誰もが陥ってしまう認識の罠っていうのを紹介したいと思います。それは実 実的に裏付けされるようなですね、自分が飛び抜けて能力の高いことを除いて、人は自分の能力を過信するということです。反対にですね、本当に飛び抜けて高い、能力が高いことについては、自分の能力を過小評価するっていう傾向にあるということですね。これをまず持って認識しておくべきです。これどういうことでしょうか例えばですね、まあ、ピアノのコンテストで賞を争うような実力を持っていたとしましょう。そうであればですね、当たり前なんですけども、平均の人よりは飛び抜けてピアノは上手というふうに言えるでしょう。しかしですね、そのような状態にある人 周りがよよくく見えていてい自分の立ち位置もよく理解してます周りにはですねもっと上がいてどちらかというとそのような人たちと比べるわけですねそうすると自己評価っていうのは低くなる傾向にあります実際にある実験ではですね成績がトップ10に入るようなトップ10%に入るような人たちっていうのは自分の実力をトップ20%ぐらいだというふうに自己評価しているようです一方でですねそのような飛び抜けた位置にいないということについては人は自分を過大評価します なななんんかかののプロででもない限りはは運転技術の差なんかはですね実際のところ大して差はありません。そもそもですね、車の運転技術に優劣をつけるということは一般的に行われていないために、そんな順位とか指標もありません。しかしですね、車を運転する人の95%は、自分は平均よりも運転が上手であるというふうに思っています。みんな平均より上なん上わけないですよね。 技能だけにはとどまりません。ある大学で、えー、自分の性格と平均的な人の性格について、えー、100点満点で評価するという実験をしました。えー、26の性格項目のうちですね、えー、なんと23項目において、えー、自己評価が平均点よりも上回っていたという結果があります。しかもですね、自己評価が低かった項目っていうのはその攻撃性ですとか芸術に関する項目だったということなんですね。 で、自己評価が上回った項目っていうのを見てみると、えー、自分は平均よりも誠実で、協力的で、知的で、信頼されているというふうに答えたということですね。これが人間の特性であって、誰にでも備わっているものだというふうに考えるべきですね。何が言いたいかというと、自分の評価っていうのは、こうあるべきと、自分が考える正当な評価です。しかし、現実には多くの場合は自己評価の方が高いために、他者からはですね、自分が期待したような評価ですとか反応が得られません。そこにギャップが存在してるんですね。だから もっとよく思われなければおかしいという思いが無意識のうちに湧いてきますえそれがよく見られたい悪く見られたら恥ずかしいという意識となってえ他人がどう見ているのか必要以上に気にするようになってしまいます自分が平均よりも少し上だと思っている程度のことはですねえよく見られなくて当然であるというふうに認識するべきでしょうまあ、別の角度から見ればですねえ人はわざわざその人の平均的な部分っていうのを注意深くですねえ観察したりはしないということですで次ですねえみんな本当に自分のことに集中しているという話ですまあ、基本的にですね 自は自分のここととととに集中していますす、えー、ほとんどは自、えー、自分分ののでか家族のことについて考えているわけですね、えー。そうでなければ、まあ、好きで好きでたまらない意中の相手のことですとか、逆に嫌いで嫌いでたまらない憎き相手のことを考えているという場合もあるでしょう。まあ、その他の人であればですね、仕事での対応でもなければ、えー、考えるのはせいぜい実際に会っている時ぐらいで、別れたらほぼ頭から離れるもんですね、えー、後で思い出すということは非常に稀です。そして、ほとんど忘れられていきます。えー、実際にですね、ご自身のケースで考えてもそうではないでしょうか。まあ、例えばですね、 1年前、栄誉ある社内表彰を誰が獲得したのか覚えているでしょうか。半年前ですね、同僚がした仕事のミスをどれほど覚えているでしょうか。1ヶ月前に上司が会議でおならをしたことを覚えているでしょうか。まあ、会議でいきなりカツラが外れたとかですね、それくらいの大惨事であれば覚えているでしょうけども、それでもですね、1ヶ月ぐらい後にはわざわざ思い出して笑うということもなくなっているはずなんですね。特別な関係でもない限りは、人は他人に対してそれほど関心を持っていません。他人の目が気になって仕方ないという人は、あえて でしょうで3つ目ですね。最終的な責任は全て自分にあるということです。他人の目を気にして行動したとしても、他人からのアドバイスに従っても、行動によってもたらされた結果に責任を負うのは全て自分です。そしてその結果に対して、楽しむも悲しむも、プラスに捉えるもマイナスに捉えるも自分次第なんですね。他人の目は変えることはできませんけども、自分の考えは変えることができます。そうであれば、他人の変えられない目ばかりを気にしてですね、言葉や服装、態度なんかを 決めるることとががいいいいかかかに本質的でないかっていうのが分かると思います結局はですね、自分で満足の基準ですとか、あるべき自分像や行動指針を定めて、それに沿って決定することが最も自然であって、幸福感を最大化させるために必要なことではないでしょうかというふうに思います。 で、続きまして、自意識過剰の直し方実践編に行きます。まずですね、気にしすぎる自分っていうのを活かして考えるというところから入っていきましょう。自意識過剰になっている、他人の目が気になって仕方ないという人は、自分に対しての改善意識、良くなりたいという思いが強いというふうに言えます。まあ、先ほども述べた通りなんですけども、自意識過剰になっていることは決して悪いことばかりではありませんよね。そんな思いを肯定的に捉えて、自己認識を強化することに振り向けるようにするといいと思います。他の人がどう見るかっていうのを考える前にですね、自分はどうあるべきか、 でどう行動すれば自分らしいのか、えー。そんな視点で考えてみると良いと思います。その上で、えー、自己認識を強化するわけですね。えー、先ほどの方認識編でも触れた通りですけども、えー、自意識過剰の前に、えー、自信過剰から来る、えー、もっとよく見られなければおかしいとか、えー、恥ずかしいという思いをしっかり捨て去ることが大切です。えー、それが、えー、自己認識の第一歩であって、能力面の自己認識というふうに言ってもいいと思います。 ま、根拠のない自信は役に立って必要になる時っていうのもあるんですけども、自分の進むべき方向や価値観、信念がわからない状態での根拠のない自信はですね、推進力はないわけですね。根拠のない自信を持つ前に、内的な自己認識を強化することが必要です。すなわち自分にとって本当に大切な価値観ですとか、自分がどういう人間でありたいのかについて、思いっきり時間をかけてでも考えるということですね。目指すべき自分像をしっかり把握できれば、何を大切にして何を気にしなくていいのか、 っってていうのがはききりしてきます自分はこんな人間である、あるいはこういう人間を目指すという目標がしっかりしていれば、それに従って行動できた時っていうのは自分で合格点を与えてですね、一旦は完結してしまうべきなんですね。その上で他の人の意見を聞くなりするべきで、まずは他人の評価ありきで考えるということから離れることを習慣にするべきです。目指すべき方向に向かって進んで努力を重ねるうちにですね、その方向における能力ですとか自信も自然とついてくるものです。自信と能力がつけば、もはや 他の人の目が気になるということはなくなりますもう少し高い目線での評価者ですとかライバルの存在そしてさらに上のレベルっていうのを目指すことになるでしょうというわけで内容は以上ですね最後にまとめておきます自意識過剰であることは悪いことばかりではありませんけども他人の目を気にしすぎていると自分の軸を見失いがちになります気になりすぎるという人はまずは認識編としてこちらの事実を強く認識することから始めることをお勧めします自分が飛び抜けて能力の高いことを除いて人は自分の能力を平 金よりも上だと過信するものですえ人はみんな中や、えー、自分や自分の家族のことを考えて生きています、えー、他人が何と言おうと最終的に自分の人生に責任を負うのは自分だけですで、えー、自分への、えー、自己評価で陥りやすい過信と他者の基本的な性質について認識したところで、えー、やるべきことっていうのが自己認識を深くすることなんですねすなわち自分の内なる本当の価値観なりたい自分像とはどんな人間なのか、えー、これについて時間をかけて考えてその方向に向かって、えー、言動を形成 することができれば、えー、いつの間にかですね、自信と能力が備わって、えー、自然と他者の目も評価も必要以上に気にするっていうことはなくなりますということですね。はい、以上になります。今回はこの辺りで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。